リボンの最新号を紹介する動画だめ。今月からめいめいとリボンコンナミーでお届けするめいよ。よろしくね。1月号の表紙はババーン、ういこんのういちゃんだめ。素敵、クリスマスっぽい。かわいいめいね、相変わらず。なんか付録とぴったりだね。うんうん、お、なみ早速も気づいためね。うんうん、ういちゃんが何か素敵なお召し物をつけているめよ。すごい、お召し物頭にリボンが、あ、付録だね。そうなんだめ。今月の付録はこのういちゃんもつけてるオパリナガーリーアクセセット。なにこれ、めっちゃおしゃれ。詳しくは付録動画を見るめ。わー、みよみよ。続いては扉絵紹介だめ。関東カラーはじゃじゃーん、木下ほのか先生のレオと三日月だめ。やった、大好き。クリスマスだ。そうだめね、完全にクリスマスシーズンだめね、これは。うんうん、で、コトちゃんだめね、これは。かわいい。コトちゃんがあかりちゃんの足を触ってるめ。わー、コトちゃんっぽいね。メイメイはここにすごく、燃えてる、愛しさを感じるね。すごいね、結構攻めてるね、ポーズが。うんうん、めちゃくちゃ可愛いね。ちょっと匂い嗅がれちゃってるよ、千秋くんに。髪の匂い嗅がれちゃってるよ。続いては、黒崎みのり先生のウイコンだめ。かっこいい、タートルネック着てる。今月はコンくんが扉絵だめね。メガネだよ、メガネ。メイメイはこの圧倒的リア紅白が気になったね。あ、ほんとだ、リア紅白。ん？リア紅白ってどういうこと？コンくんにリアルに恋してる女の子たちがいるってことだめね。そうだよね、クズキュンだよね。今月はちょっと姉ちゃんたちが、うん、姉ちゃんたちがなお話らしいめよ。一波乱あるんだね。楽しみに待っててほしいめ。早く読みたい。次は村田真由先生のハニーレモンソーダだめ。うわー、おしゃれ。なんだか今月、うんうん、めっちゃ可愛いめ。可愛い、ピンクコーデだ。いつも可愛いめけど、うん、今月なんかちょっとタッチが、そうだね、なんかいろいろ飛んでるね。ポップな感じだめね。そうだね、水彩っぽい感じじゃないね。うんうん、今月はインフルエンサーのアミミンが、アミミン、ちなみにアミミンはメイメイが勝手につけたあだ名なんだ。アミミンが波乱万丈を引き起こしてるめ。そうだよね、うーかちゃん負けないで、うーかちゃん頑張れ頑張れ。続いて小林明先生のおしぴ症候群だめ。新連載だめ。新連載パフパフ。小林先生の新連載はどうやら配信者と、それが大好きなオタクリアちゃんとのお話だめね。今っぽいね。うんうん、なんか絵もさ、さらにさ、なんか今っぽくて可愛くなったよね。うん、可愛いめ。うん、リアちゃん可愛いめね。で、このやっぱウユ様がね、何者なのか気になるめね。うんうん、この人が多分推しなんだよね。どうやら裏側がヤバいらしいから、おーおーおお、このウユ様の正体をみんなで見るめ。あー、楽しみ、早く読みたいよ。次は虹沢海先生の青に落雷だめ。うわー、ほんとに虹沢先生は絵がキュートだよね。うんうんうん、ライガー君への好きを自覚したセイラちゃんだめけど、セイラちゃん美人で憧れるわ。今月はどうやらみんなでちょっと集まる会が催されるらしいめよ。どんな会なんだ、ひょっとしそうだよね。学校とはね、うんうん、違うところで会うと、なんか非日常感でドキドキするめね。そうだよね、だって男子嫌いだったのにセイラちゃんどんどん成長してるね。うんうん、それを楽しんでほしいめ。わかった、読むよ。さてさて、中島メルク先生の花火は冷めない夢を見る。おー、注目度ナンバーワンって書いてある。注目度本当にナンバーワンだめ。も大人気なんだね。うんうん、めんめんも大好きだめけどね。うん、私も先月ちょっと変な男が出てきためね。そう、気になる、誰？ちょっとイケメンだった。そうなんだめ、あいつがちょっと実はあんな感じなんだめ。気になる。この新キャラ登場をぜひぜひご堪能あれだめ。うん、やったー、読むぜ。次は三日月由衣先生のほっとけないよ九条くんだめ。待ってました。南雲くんが誰出てきたね。南雲くんか。うんうん、南雲くんって前回出てきたキャラだよね。そうだね、先月すごい感じで出てきた。めっちゃ笑ったよ。転校生だったね。うんうんうん、で今ちょっとこの3人で不思議な関係が繰り広げられてるから、ちょっとそれをチェックしてほしいめね。楽しみ、何かが起こるんだよ。うんうん、続いて坂井真由先生のハロウィンの
セントだめー。おー、両思いだ。二人の声、大反響、御礼って書いてあるよね。うん、今までにはない関係の二人だもんね、うんうん、ようやくって感じなんだよね、うん、でも付き合ってるって感じにまだなってないんだよね、うんうん、でも今月なんか、うん、めいめいはゆいの一言に心を打たれたところがあったね、うん、お素敵なセリフがあるんだ。いつも二人にはじんわりさせられるめいね、うんうん、ここで言えないのが悔しいけどみんなも一緒に思うね。次は石川恵美先生の絶叫学級転生だめ。うわ、なんか後ろから怖いの見てるよ。このおばあさん怖いめよね。このおばあさんすごいよね。画面にいるだけで怖いよね。しかも今月はなんと、うん、願望島編が終わるめ。楽死なないで。この扉絵からいろいろ察するめね。なんかそうだね、楽はもうイケメンだよね、うん、イケメン楽をみんなで拝もうめ、うん、怖いけど楽の活躍を一緒に見よう見よう。次は沢田よね先生のアクロトリップだね。レアレア、嬉しい、アクロ大好き。今月はねちょっと表紙があったから紹介してるめよ、うんうん、すごい。っていうか最終回、そうなんだめ、マジ超絶感動の最終回だめ。アクロでまさかの感動を味わえるんですね。うんうん、味わえるめ。そして最後の重大発表もするらしいから、これは後ほど紹介するめ、気になる。どんなラストなのかも気になるし、重大発表とはとはとは次は神田千奈先生の推しと青春しちゃっていいですか。最終回なの。そうなんだめ、こっちもフィナーレなんだめ。おー寂しい、すごく寂しい。でも、うん、モカは、うん、青葉に気持ちを伝えられるんだめか。気になる、そこが一番気になるけれども言えない、うんうんうん、このオタカツアオハルストーリー、うんうん、どんな結末を迎えるのか楽しみにしててほしいめ。かっこいいし可愛い青葉くんに夢中だよ。続いて竹内梢先生の3分後に〇〇する話。おお、なんか独特の空気だよ。なんかちょっと背景も月とかあって不思議な感じなんだよね。彼の様子が変ってこと、何が起こったの。みんなちょっとこれは予想をしながら読んだらいいんじゃないんだか。何が起こるの、彼は何者なの。そしてそしてリボンマスコットコミックス3分後に〇〇する話の第1巻が12月28日に発売らしいんだよ。やったー、パフパフ。こっちも要チェックだめ。たくさんお話入ってるよね、楽しみです。そして小石陸先生の恋するミニマムムーンだめ。大好きですナミーの愛が嬉しいね。うーん、今月も可愛いね。背景が月かな。そうだね、背景は大きい月ですね。そしてそしてドキドキの花火大会だったね。そうだよね、でも三田くんも好きだから三田くんの恋も応援したくなっちゃうんだよな。そうなんだね、三角関係も見逃せないめ。そっか、三角関係になっちゃうんですね。今月もいろんな人にインタビューもできたらしいめね。うわーすごい豪華って、なにわ男子のこれってこれって道枝か。ふっふっふ、そうだね。なんと今月からなにわ男子のグラビア連載もスタートするんだね。やったー、パブパブ。ちょっと待って、6ページって書いてあるよ。大ボリュームだから見逃せないんだめ。写真がいっぱい見れるってことだね。これは要チェックだめよ。うわー楽しみー。どうや、心臓に気をつけて。じゃあ早速中身を見ていくめよ。うんうん、たダーん、じゃじゃーん。おー、そっか、冬の大蔵刊号の時期ですね。そうなんだめ、大蔵刊号リボンスペシャルが12月16日に発売だめ。やった、これは冬にずっと読み込んじゃうやつだね。そうなんだね、なんと表紙はミルキー先生。お、表紙初めてだね。うんうん、雪村浩先生、うんうん、お、新作、新作が見れるめね。彼は50ページだって、すごい贅沢。さらに瀬川先生の、うんうん、アイドル物語も見れるめね。おー、イケメンがいますね。番外編も超豪華、うん、ほんとだ、ハニレモもいる。ほんとだめね、16ページだって。16ページもすごい、すごいボリュームがいっぱいだ。村田先生、そしてちょっと見逃しないのが、うん、ミオの続編が、うんうん、ついに講師の続きは増刊で読めるということで、おいしい。これはもう絶対に見逃せないめね。買いだね。ピラッ、あー大好き。
カノンさんがなんとリボンでインタビューに答えてくれたんだめよ。テレビで見てるよ、かわいいよ。超かわいいね。ね、素敵 なんかリボンをつけてるね、カノンさんも。どうやらカノンさんはヘアアレンジを真似してたらしいね。ね、うん、リボン。そっかそっか、そしてリボンが好きなんだね。うんうんうん、嬉しいね、一緒だね。結構リボンについて、うん、お語ってくれてるめね。これは読むしかないね。うんうん、リボンっぽに押したいスキンケア方法もあるから。お、見てよ、このツヤ、ほっぺのとこすごいよ。モデルさんならではのこういうお話も聞けちゃうめよ。 おしゃれになりたい、付録に合わせておしゃれになりたいです。続いてじゃじゃーん。わー、なにこれ、ちょっとこれすごいめよ。すごい迫力、なんかおしゃれ。え、なんかいろんなコーデが見えちゃうんだね。そしてナミ、うんうん、何か気づいたことはないか。え、なに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 、あ、ひょっとしてこれは付録をつけてる。そうなんだね、なんと付録をつけたコーデを紹介してくれてるんだね。そういうことか、オパリってこういうことなんですね。うんうん、これはもう要チェックだね。そうだね、これでおしゃれを学びたい。続いてトーマーアミさんにインタビューができましたね。あ、注目の女優さんだね。そうなんだめよ。もうめいめいの大好きな大好きな小説、お、鏡の古城がね、アニメ映画化することが決定しておりますめね。そうなんだ、有名だよね。アニメ映画化になるのね。アニメ映画になるんだめ。すごい。それで、うんうん、ヒロインの心ちゃんの声優さんに大抜擢されたんだめ。すごい。あれ、めいめい的にはイメージぴったり。ぴったりだっため。めいめい予告で泣いちゃっため。嘘。映画ももちろんチェックしてほしいけど、うんうん、この心役のトーマーアミさんの心の中をチェックしてほしいめ。見たい見たい。続いてじゃじゃん。おお。なんだなんだ。ちびまる子ちゃんザステージハイスクールデイズ、男子高校生なあいつらがやってきた。うわー、なんかイケメンがいっぱいで贅沢だね。ナミはこのまるちゃんのステージ知ってるめか、うん、え、なんか噂では聞いていたけど、こんなにいっぱいイケメンが出るの。そうなんだね、まるちゃんのクラスメートの男子10人が高校生ってな、うん、高校生になったらというコンセプトで舞台がやるんだねよ、うんうん、どんな話なんだろう、すごい楽しみ。すごいめよね、そこに当てたんだ焦点をっていう感じなんだ ね。すごい企画だね。イケメンだらけの舞台なんだねな。これの舞台に行ったらもうなんか恋しちゃいそうだね。さらに結構こうパッと見、うんうん、わかるよ、みんな大人っぽくなっているけど、うん、面影がなんとなくあるような感じもしてすごい、ね、いい感じなんだね。雰囲気出てるね。うんうん、まるちゃんも大好きだし、舞台見に行きたいな。出演者の方々にインタビューができて、役との共通点だったり、うんうん、一番役と似ていると思う人だったりを根掘り葉掘り聞いちゃったね。すごい、ここでしか読めない情報ってことだね。うんうん、みんなチェックするしかないねよ。ありました。続いてじゃーん、かっこいい、ひっくり返ってる。 TikTok スターに会いたい。この人はどういう人なの。今月はモーリーさんにインタビューが、うん、へー、モーリーさんできたんですけどね。かっこいいね。モーリーさんはいっぱいフォロワーがいそうだね。なんと、うん、11月現在で 1.4 ミリオンフォロワー。わお、すごい、すごいね。で、こんな風にいろんな顔を使い分けるモーリーさんらしいから、うん、TikTok もこのインタビューも要チェックだぞ。すごい、これがリボンで読めるなんて贅沢です。続いてな、なんとアクロトリップがテレビアニメ化決定だね。やったー、すごい、鳥肌立った。テレビアニメになっちゃうの。そうなんだね、あのアクロトリップが今月で最終回も迎えたけど、うん、また2024年にアニメで会えるんだね。面白いもんね。バトルとかどんな映像になるんだろうね、うん、魔法少女気になる目よね。気になる、大好き。絶対にベリー可愛い目よ。可愛い、声優さんとかも気になる。そうなんだね。こちらはね、うん、どんどん本誌でまた随時情報を更新していく目から、うん、本当だ、みんな楽しみに待っててほしい目。2024年なんだね、うんうん、いっぱい情報を得ながら、ヨネちゃんのインタビューとメッセージもぜひ読んでほしい目、うん、おー、楽しみだ。おめでとう。おめでとう。最新のリボンマスコットコミックスを紹介するめ。今月はこの4冊だめ。すごいね、いいラインナップ。それでは紹介していくめ。
まずは原作文川義郎先生、作画田代美也先生のミヤの名のごとに第6巻だめー。あー、ルーちゃんだ。ちょっとめいめいすごいことを見つけたね。なになに？コミックシーンはみんなが選ぶ電子コミック大賞2023女性部門ノミネートって書いてあるめー。すごい、すごい、やっぱり面白いもんね、みんな、うん、これノミネートするぐらい人気なんだね。もう6巻だから、うん、みんなぜひぜひ集めてほしいめね。そろそろね、終焉に近いもんね。クライマックス目前って書いてあるもんね。お、これを機に、うん、コミックスを集めてほしいめ。君を応援しよう。続いて、坂井真由先生のハローイノセントだめ。わー、なんか素敵だね。いちご、いちごのお花だめね、うん、毎回お花が違うめよね。そうだよね、毎回お花出てるよね。今月はちょっと、うん、かわいい、かわいらしい感じだよね、うん、確かに大人っぽいけどかわいいね、うん、素敵だめね。ね、今回の内容的にも激動だよね。結構いろいろ物語が本心も動いてるめからね。ね、はるかちゃんはどこに気持ちが、ね、行くのか。この6巻は見逃せないめね。早くみんなで読もう。続いて、石川恵美先生の絶叫学級転生第19巻だめ。かっこいいラッコ、かっこいいめね。実はこのラッコくんピンの表紙が初らしいめ、うん、そうなの、かっこいい、人気だもんね、うん、そんなラッコくんの新作のみきりも収録されてるらしいめね。おー、いっぱいラッコくんが見れる。さらにさらに子育てエッセイノベライズ版も出てるらしいめよ。いっぱい石川先生書いてるんだね、うん。絶叫学級も石川先生の作品も押すしかないめ。そうそう。そして最後は村田真由先生のハニーレモンソーダ21巻だめ。わー、21巻すごいことが書いてあるよ、帯に。見てほしいめね、これ、うん、少女漫画界を圧倒、大快挙達成、累計1000万部突破だめ。嬉しい、おめでとう。すごすぎるね、うん、いいね。どこまで行くんだ。本当だめね、うん。以上、最新のリボンマスコットコミックスの紹介でした。みんなぜひゲットしてほしいめー。